鍵穴を確認。適用する鍵が必要。これは何か書いてある。我ら森の王、ここに眠る時祭記録メディアを発見。データ化および保存完了。これが財宝。Thank you.
エミールさんから渡された鍵はここのものですよね。月の涙が。この場所は。来てくれてありがとうございます。エミール、ここは僕がどうしても守りたかった大切な思い出の場所です。いえ、正確には僕だった人なのですが。よくわからないな。詳しく教えてくれますか。僕はもともと大昔に兵器として作られました。ありとあらゆる環境に適応し殲滅するための兵器の一部として。兵器だったのか。エイリアンとの戦いが始まった時、僕は自己増殖による兵力増強を行いました。自己増殖。はい、僕は複製された無数のエミールのうちの一人です。僕たちはお互いに協力し合うことでなんとか防衛線を維持していました。しかしそうやって何百何千とコピーされていくうちに僕たちの記憶は薄まっていったのです。ここはもともとのオリジナルのエミールが好きだった場所。ずっと昔大好きな人たちと一緒に過ごした場所。辛いことも悲しいこともたくさんあったけれど、でもオリジナルにとってあの旅の記憶は本当に本当に宝物だったんです。僕の記憶の中にもかすかな名残として残っています。そのオリジナルってのはどこに。わかりません。僕らはそのあまりにも数が多くなってしまったので。そうなんだ。そして僕たちには決着しなければいけないことがある。え
そうだ、これまでのお礼にこれを渡そうと思ってたんです。どうか受け取ってください。月の涙は願いが叶う花だと言われているんですよ。ありがとう。僕の方こそありがとうございました。おかげで大切なものを思い出すことができました。この思い出があれば僕は一人でも頑張れます。おかげで大切なものを思い出すことができました。この思い出があれば僕は一人でも頑張れます。鹿の肉とイノシシの肉は揃ったな。依頼主のところへ行こう。
何でしょうね今の。さあ、それにしても母に子供か。機械生命体が家族という組織を形成しているなんて驚きですね。連れ戻したらお礼に脳回路を覗かせてもらえないかな。行き過ぎた探求心は悪趣味。冗談ですよ冗談。
これは A2 の戦闘の後でしょうか。肝心の A2 の反応はないみたいですね。ん、なんだろう。ポット、解析をお願い。解析結果、ヨルハ特殊指定機体 A2 に関するデータログと推測。内容は？破損部分が大きく、これ以上の解析は不可。どうして機械生命体が A2 の情報を。他にも反応があります。行ってみましょう。
他にデータチップの反応はありませんね。これで。最後のようです。ボット、回収したデータチップを解析後、各チップと照合して。解析完了。 A2 に関するデータを含むデータ群、他データチップと照合、照合完了。第14次機械戦争真珠湾降下作戦に関する報告書と推定。真珠湾降下作戦。僕たちの前世代旧型ヨルハで遂行された作戦ですね。とりあえず目的は達しました。レジスタンスキャンプへ戻りましょう。
司令部からのメールを確認。アネモネさん、エートゥーさんと何があったんでしょう。語るには時間が必要なこともある。長く戦っている兵士ならなおさら。そうなんですね。ナインエス、あなたも。え？あなたにもいつか分かる日が来るかもしれない。はい。トゥビー、気をつけて。近くに敵の反応があります。あそこ。怖かった？もう大丈夫だよ。早く戻ろう。別の敵が来るかもしれない。そんなダダをこねないで。トゥビー、どうしよう。こんな小さな機械生命体の相手をしたことなくて。私にもわからない。言ってるそばから来ましたよ、トゥビー。わかってる。お母さんはいつもお兄ちゃんばっかりで、お皿を割ったのは僕なのに、僕のせいにされた。先に支えてきたのはお兄ちゃんなのに、僕が悪いって。いつも僕だけが
気は済んだ。お母さん心配してたよ。だから僕たちが来たんだ。一緒に帰ろう。僕たちから離れちゃダメだよ。ちゃんとついてきて。お母さん、本当に僕のこと心配してた。してたよ。だから戻ってちゃんと謝ろうね。
目標地点の情報を入手。マップにマーク。依頼されていた資材を入手。